背中を尻抱いて両手で端を横に持ちました。左手は口高に添えて右手でお箸を上から取られて、そしてこの隙間に入れますね。で両手で蓋を持って蓋右側に置きますね。で蓋をお箸はこっち側に置いてますね。私は正角ですね、右側に置きます。ここで返しを取り出して、そして襟から1センチくらいのところギリギリ持ちましたら、左手縁高添えて右手でお箸上から取り滑らせて向こう側から取りますね。青かえで崩れてしまう自分のお菓子ですので、ちょっと左手添えさせていただきます。そしてやはり向こう側から添えさせていただきます。そしたら一旦お箸を返しの上に預けて、そして紙邪巾で拭きます。スッスッスッと3回くらいで拭きましたら、でお箸を右足から立ちますね。右足から立ち上がって、それで髪型を今の左足ギリギリ、ここを右足で越えます。左足で自分の席に戻ったら、お客さんにお尻を押さないように回転しまして、ご自身の席に戻られましたら、お膝の前に足を置き直して、ここでいただきますね。ちょっと今日のお菓子をご覧いただきましょう。今日のお菓子は、先生もう一度お名前をお願いいたします。道明寺青かえで。道明寺青かえでと、夏の道明寺夏の青かえで。道明寺夏の青かえでと、アジサイ。アジサイのしずく。アジサイのしずく。はい。とっても綺麗にしずくが乗ってるんですね。あと水菓子になりますね。で、アジサイの道明寺夏の青かえで。それと綺麗ですね。あとね、あのアジサイのしずく。ご覧いただけますね。あの紫陽花に雫がこう乗ってるんですね。朝露が可愛いですよね。ちょっと色づきが青い感じで、うん、そうですね。そうなんですね。でこのお洋館なんですけれども、もう綺麗にカーブされているのがわかりますかね。これがこう折れないように、あのこれ洋館なんですね。この透明なんですけど洋館なんです。あの羊羹が折れないようにするのがプロの技だそうで、今度ですね、はい、このプロの技をあの和菓子教室でやるっていうのをお教えするって言ってましたね。はい、水菓子は、水菓子はリンゴですね。リンゴをあの綺麗に、はい、という感じで3つになっておりますね。ありがとうございます。ねえ、本当ですよね。じゃあちょっと水菓子からいただきます。しっかりしちゃって、あの縁型の中で、練り切りの真ん中ですか、置き方、縁型の中の置き方を見せていただけると、手前が水物、手前が水菓子で、後ろに行くほど重たいもの、後ろに行くほど水、あの重たいものっておっしゃってますね。手前が水分が多めってことですか。なので水菓子、三角形で言うと、私は三角形の右側に水菓子を置いて、で向こうにこのお羊羹を置いてますね。で左側に練り切り、さらに重たいものは、うん、はい、で三角形を描く感じで、はい、はい、じゃあちょっとすみませんね、あの目の前でいただいておりましてすみませんけれども、この青かえでの方からちょっと失礼言っていただきます。これは道明寺で作りましたから、あの道明寺だそうですね。あの羊羹、透明の羊羹なんですけど、道明寺が入っていて、緑色の道明寺が入ってますね。あの水の上に少しこう
水草なんかがこう浮かんでいるようなそんなイメージの道明寺になってます。そして真ん中に、これは、これは黒あんでしょうか先生、こしあん、こしあんが入ってます。違うでしょ、あんこ、うんうん、透明になるものなんですかね、透明にするんですね、寒天で透明にするんだそうですね。温度を高めにして、お砂糖はダメなんでグラニュー糖を使います。グラニュー糖を使うと透明感が出る。そしてこのあんこがですね、なんというんでしょうか、少しこういつものあんことは違う感じですね。すごくこう、うん、これはぜひお召し上がりいただいてですね、あんまりこう言わないでというあんこの作り方もよかったら教えますのであんこの作り方もいつものあんことはちょっと違うんですね。ちょっと違う。あんから作られる。先生は、実はですね、あんこから、豆から作ってるわけではなくて、和菓子屋さんからあんこを購入されてるんですね。あんこの元の練りあんを購入されていて、そこからご自身の味を、はい、いろいろこう、はい、ちょっともう一口、青かげをいただきます。家庭で作られるように、簡単に作れるようにして作ってますから20分で作るところを3分、4分で作り上げちゃうという家庭向きの細工もかっぱ橋で何万円と使うような道具じゃなくて、借金で買える道具で使えるようにご細工しますではですね、ちょっと練り覚えて、これは失敗しないっていうのが作れるようになる、うん、そうですよね、いいですよね、はい、ちょっと人前にいるもんですけど、うん、でも先生のレシピとっても大好評でして電子レンジを使ったりとかですね、もう家庭で必ず再現可能なお菓子になってますので、早く作れて台所を汚さないで最初 の, お皿を3枚使うところを、まあ、使わないでラップでやっちゃうとかね、お片付けがあとなくて、なるべく楽な方法で短時間で、しかももうすごく美味しく作るように考案してますので、ついつい見てみるふりして、そうですよね、過ぎてきちゃってるのもあるし、そうですよね、ぜひ参加させていただければと思います。すごく細かく作るんですよ、細工を使って。慣れちゃえば簡単にできちゃうんですけれども、だからこのぐらい細かく作るのはお菓子屋さんだと時間がかかっちゃってコストに合わないんで、あまりそういうことやらないんです。だから和菓子教室ではお菓子屋さんが作らないような細かい竹串を使って、もう何重もこう傘にしたりとか、そういうのを作ってお出ししてます。でないとこの買ってきたのと同じになっちゃうんで。ああ、なるほど。そう。だから、お茶碗を取り込んで水屋に持って帰ったところで、その後ろ姿でお客様はお道具を取りに行きますね。両手でお茶入れ手前に引いて、お私服の紐を外してお茶尺手前に引いて、お私服紐を返すにかける、自身が下がります。両手でお茶入れ手前に引いて、私服を外してお茶を手前に引いて、それから私服の紐をお茶尺にかける、お自身下がってお茶入れ手前に引いて、でもひり内ひり外ですね、お私服の紐を外してお茶尺、そして私服の紐をかけてお自身下がって、ひりから16目のところに行きましたら、両手でお茶入れを角っこ、ギリギリのところ、右でお私服外してお茶尺がへり打ち、そしてお私服左手のひら、右手でこのひるものギリギリのところを持ちましたら打ち返して、紐がご自身の方に来るようにして、この時へり打ちに入ったら紐はかけません。でここで久保草膝前へり外に広げて、この時も輪が常に、輪さが常に右側ですね。両手で玄関からこの草の上、
ここで跳ねて次をします。左手添えて右手で蓋を開けましょう。親指と中指で向こうから持って人差し指だけでぐるりと後ろ上にぐるりと裏返します。この作業をお茶入れの口の上で真上でします。そうしましたら右角に置きまして、それで胴を持ち上げてお茶入れの本体を拝見します。ここで一旦左手ももの上、右手だけで蓋を取りで閉める直前に左手を添えて、添えましたら名古屋のお辞儀をして両手で持ち上げ持って玄関から、そしてお辞客との間、ここで小牧さん開帳します。そしてお茶食で、ぐるっ